こんばんは。やっほー、やっほー、ふん、そう、動画作ってやっと投稿できたん。1時間か2時間ぐらい最初違うの作ってたんですけど、なんか違うなーって思って、今回のにした。そう、あんな何十秒かの動画なんですけど、1時間とかかけてるという。やけん見てね。確かに今日チェックするのめっちゃ多いね。保存してくれたら嬉しいな。ポストもした、さっき。 YouTube も更新されたし、ポストはもう今日しようか迷ったけどした。
こんばんは。そう、 STU ラボどうなるっていう動画が上がってました。私も途中までしか途中までしか見てないそうなんよ。でもこれからどうなるか私も知らないです。あ、最後まで見てない。うん、そうだね。20分以上あった。いつも10分とか15分とかだけど、ほぼノーカットかな。誕生日おめでとうございます、周平さん。おめでとう。いい一年になると良いですね。桜に変わってる。
公園？公園なんだろう。何の公園だ。何だったか、マシュマロか。あ、ホワイトデーだったのか。3月下旬から桜咲く。え、そうなの。東京の桜もう咲いてる。え、咲いてないの？まだ寒い。まだ寒いです。ん？なんだっけな。明日からかな。また寒くなる。明日からだったかな。いつだったかな。え？今日から。そうなの。今日は寒いって思わなかったけど、風強いなって思ってた。あ、お皿洗いしてないわ。返せなきゃ。あ、キムチが残ってるよ。
そう。つけてるよ。フライパンにはつけたけどね。お皿にはつけてないよね。だから多分もうスポンジを今日もうキムチにしようと思う。そうしようかな。使ってるスポンジもキムチ色にしちゃうわ。絶対キムチつくでしょ。絶対つくでしょ。ですわよん。確かに一回水を使いましょう。お湯で取れるか。キッチンペーパー使ったらいいかもね。そういうことをすれば。今のスポンジはまだ使えますね。どうする？どうしますか？でもなんかさ、あるよね。洗剤つけたらさ、洗剤つけたら水をつけるだけで、あらこんなに取れますみたいな、あるよね。意外と洗剤つけたら取れるのか。かもしれませんよ。泡で取れちゃったりして。フフ。試してみますね。今多分固まってるからキムチで。多分カピカピ。
リール。リールね。100回見ても良いですよ。100回見てもいいよ。いや、みんなが見たいと思った分だけ見てください。え、もう超えてる。2000再生。え、本当に？だってさっき見たときさ、再生回数2とかでさ、え？だからもう怖いんだよね。見るのが。ミランドコーってなって、ちょっと更新するわ。うわ、ほんとだ。2000再生超えてる。え、コメントもいっぱいある。びっくり。嬉しい。私の2時間が報われます。今日一嬉しい。みんなのコメント、誕生日。三代目龍さん、おめでとうございます。リオツン推しですね。ツン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 。作りながらもう分からなくなった。そう、謎のこだわりを持つからさ、分からんくなるよね、そういう感じで。あはは。保存。保存
援してくれたら嬉しいな。そう、いつでも見れるから。オリジナルテンプレート、オリジナルテンプレートっていうの、うん、過去のも保存いいと思う。保存リストをサイアンだらけにして、リンクコピー、そう、切り替えとね、なんかね、そう、自分の顔の感じとね、なんか追求したらさ、めっちゃ追求してしまうよ。なんか違うなーって思い出したらもう、そう、保存は、あ、そうよ、インスタの保存、うん、なんかいいね、ハートとコメントとその下にあるやつ、うん、いいじゃない、いいじゃないか。いつも採用、あ、採用されましたか？明日ぐらいに質問ありますかって聞こうかな。そうなんよ。BGM ね、どうしよう。著作権大丈夫だよね。投稿した次の日に ST48 と高橋彩香なんか疑惑みたいな出ないですよね。やだよん。そう。私のが奏でる BGM がちょっと完璧すぎて
璧じゃないか。大丈夫か。した。今日昼過ぎにちょっとご飯食べたから、夜ご飯ポテトにしたんだよね。お腹空きそう。こんなに自炊頑張ってたのに急に昼過ぎに手巻き寿司みたいな食べたんですよ。だから結構お腹たまったよね。こういう時は難しいのですよ。食欲はね、あるんですよ。あとで納豆でも食べますね。お好み焼き食べたいね。巻き寿司はネギトロとサーモンマヨみたいなと山芋、梅山芋みたいな、
お腹鳴りそう。さすがに。うん、走ってんね。そうだね。幕張でお話し会あるから。てくれたら嬉しいね。乾杯増えた？嬉しい。やっぱいいね。今回盛り上がったら第2弾もあるかもしれないから、嬉しいですね。かえそう。沈まれよ。沈まれよ。これは空腹のお腹なのか。うん。そうそうそう、空腹の時なのか、消化の時なのかあるからさ。でもなんかポテチは食べたくない気分。ポテト食べたけど。
もポテチのことは見たくない。うん、今は見たくないか。いつもいつも私の食欲ない時をない時にこんなにも支えてくれたのに。あんなにも支えてくれたポテチを今は。いや、違うよ。違うよ。またいつかをストックするからさ。今はいいかな。その時まで待ってて。違い、今はちゃんとコンディションを整えようとしてるから。今日ポテト L 食べたけど。食べたけどね。そう、いつもポテチがあるから私はやってこれたんだよ。なのに、拒否してごめんね。あ、また会う日まで。と言ってさ、わかんないよ。明日には食べてるかもしんないよ。今だけという、寝たら変わるからな。寝る前と朝起きた時とで別人なんだ私は。こんな切り替えの早い達人はおるのか。
なんか今流行ってるあのパーソナル診断みたいなのに書いてあった。朝寝る前と朝起きた時とで私は違うみたいな。そう、私は冒険家なんですよ。なんだっけね、何かから変わった。なんだっけ、何かから変わったんですよ。あ、そうそう、仲介者だったけど冒険家に変わった。あれさ、何回しても同じ診断になる人と、何回したら何回も違う人がいるらしい。うーん、よいしょ。そう、今したらまた違う。でもあれ診断さ、めっちゃ時間かかるよね。今やプリクラとかにもそういうの書くらしいよ、なんちゃら FP って。名前と血液型とか誕生日とかと、そう、診断書くらしい。確かに合ってるような気がするんだよね。うん、冒険するから。でも今したら違うかも。ポケモン?なんかしたことあるような、したことないような。パンポケ、ポケモンパン。ポケモン診断、カビゴンかも私。カビゴン、
EV がいいな。そう、パピモッチ。でも EV になってもうそのままノーマルのままで草原をただ走りたい。ただ走る。それがめっちゃ強いのがいい。ミュウツーとか。ミュウツーになろうかな。なんとかボール使って。いや、なんとかボール、シャドーボールみたいな。タイマーボール。実際タイマーボールが一番強いかもしれん。タイマーなんだっけ、なんか早いやつ。1ターン目で投げるの、結局あれが一番強いかもしれん。なんか普通にモンスターボール買うよりやっぱりクイックボール買った方がいいんじゃないかって。クリア、いや、なんかプロの島みたいなとこではあった。ゲームしなくなっちゃった。スイッチ買ったのに。全然しなくなっちゃった。今はそう動画作ったりしてますな。あれ、月曜日なんだ。でもスイッチ買ってからいっぱい私ゲームソフト買ったのに全然してない。ありとあらゆるものを買ったんだけどね。
ケモン、あつ森、ゼルダ、マリオ、カービィ。あとなんだっけな。うん、めっちゃ買った。いつかまたハマるだろう。あ、そうなんや、そう。確かゲームして、ゲームに夢中になっちゃって、その分、そうそうそう。配信する時間が少なくなったんだよね。そういえば。やばい、あつ森しなきゃと。釣り大会しなきゃと、虫取り大会もしなきゃ。ゲームしながら配信。もう多分あれだもん、充電も切れてると思う。充電しなきゃ。あ、そっか、配信見ながら何かされてる方多そう。英語してないですよ、確かに。ながら見配信。ながら見配信。それぐらいラフでも見てくれたら良きです。全然。English. Day. Morning. Bus.いや、ドクター？わあわあわら、あ、ウォーターだ、ウォーター。そういえばわらだった、ウォーターは。大好きです。え、コーヒーが大好きですだった。毎日サラダを食べます。毎日サラダを食べます。ドレイン。Yes, I eat sushi.
エブリデイ。I drink coffee every morning. 毎朝チーズを食べます。I eat cheese every morning.コーヒーが大好きです。わーい。やったねん。よいしょよいしょ。配信しながらいいですね。配信しとかだね。続かんけん。でも、なんか不思議ですね。この配信を世界配信してるなんてな。世界配信中だぜ。ココアさんもショールーム配信できるか。あれ、 I'm from マレーシア。おお、マレーシア。おお、そっか、時差があるけどみたいな。すごいね、ショールーム。あ、時差2時間、1時間、結構。確かに確かに。
ショールーム開けばココアさん配信してるかも。でもね、互い違う地にはなるけど、また活躍して会えたらいいよね。めっちゃ寂しいけど。ね、48だから曲とかもね、そうだね。あ、そろそろ終わろう。男女変わるかな。変わりそうな、変わらなさそうな。そうこう言ってるうちに時間は過ぎてゆく。読もうかな。買った。どこ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 と。タッチーさん、釣り犬さん、バリーさん、マイセンタン、ロックオンさん、阿部寛さん、フジポンさん、コッペさん、キムコさん、台湾のコウさん、メガバイトちゃん、セイヨンさん、キチネさん、二学期は学級委員さん、ホタテ様、オーサムさん、ミツルンさん、ヒーアキラさん、猫のおかずさん、ユイゾウさん、ユウスケさん、アルマサトリアさん、ヨッちゃん、メミフィーさん、トキワさん、ガッちゃん、ユウキさん、あおちゃん、渡辺さん、にのまるさん、こうちさん、なおさん、なりさん、
おうかさん。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございます。元気出ました。なんだか。みんなはすごいね。テンション低い配信だったかもしれん。バイバーイ。バイバーイ。